これは虫食いの、奈良で作ったドアです。結構いい感じで、このちょっと虫穴の好みが分かれると思うんですけど、ちょっとこういうとこにも細かいもの虫穴が入ってます。味わいといえば味わいです。でなんと、床の一部なんですけど、床の一部にも虫食いの奈良を引いてあります。結構食い散らかした虫であります。あのフローリングです。まあ、生活しててあんまり気にならないんですけど、で、こちらの方が既製品の奈良を使った床になっております。目の細かさがやっぱり既製品とでは、あの虫食いの奈良では違う、目の細かさが違うのがお分かりですけど、虫食いの方が個性的で面白い仕上がりになっております。こちらが、キッチンの背面カウンターに虫食いの奈良を、自前で貼りました。こんな感じです。こちら今蜜蝋クリームを塗って、あと拭き取り作業、こちらまだ無塗装の状態、ちょっと木の出方が、木目の出方がどうし、あのトラフの出方がまた違うと思いますが、こちらの方にちょっとトラフなどが出てきて、まあやっぱり面白い味わいが出てきたかな。まあ、そんな部屋でございます。